今どこおるんかね。現在地。道を歩いていって行こうか、やっぱり。ちょっと歩きましょうか。10分ぐらいかかるのかね。駐車場が無料らしいんで、こちらの方がね。ですぐ行こうかと思ったら、10分ぐらい歩かねえかみたい。これ右行けんのかね。階段があんねんけど。お、公園近道行けるかもしれんな。これ上がってみよう。おお、近道だ。おお、なかなか結構なもんで。お城はありませんがね、お城。左とどこかね。下やな。間違いないかね。なんかどうも、あの地打ちやったらおかしい。あ、こっち、これが左やん。これ左やん。あの地がおかしいわ。ほら、俺のことね、駐車場書いてあるから。ああ、見逃した。いやー、記憶ないね、これ。どこか行ったことないかな、行ったこと。全く記憶ないよ、これ。まあまあ、反対から入ってるから、その可能性もあんねんけど。天守閣。高石垣。ま、これまた右とあると全然違うと行くんやけど、まっすぐでしょ。まっすぐちゃいますもん。かなり回復してんだけどね。まあまあ感覚的にはね、白か、ちっちゃい白かってことやめたか。おお、いい箱にしなきゃ。やめたかな。いや、全然ね、全く記憶が残ってないから、なんでだろうね、初めてじゃないんだけど。ほら、これ本当に初めてやで、これ。伊賀上野城。なんでだ。これ確認移動しとんだけど、初めてやね。記憶ないわ。いつもどこ行ったんだ、いつも。おお、これ高い。高いけど、これでは、あれがわからんな、感覚が。あ、どっか下が取ったらね、わかんねえやろうけど。これは武者返しになってないね。なってないな。普通のストレートよね。ここ角のとこやけどね。で、全然、武者返しになってないね。おお、ここなんか書いてあるぞ。あ、こうやって見たら高いわ。ああ、なるほど、なるほど。高いんだけど、ああやって石がね、もう、ちょっと出てきましたろ。あれ見ると怖いね。くぐれそうやわ。この下の石はどういうことやろ、これね。この石は。なんか意味あんのかね。意味あんの。あ、石を回ってみましたよ。高い石。高石垣を見て行ってもらってきました。天守閣。これは初めてございました。失礼しました。どうぞ覗いてみるかなんか。どうなんだろうな。なんか来たよね。来たよな。ここに上がってくるとそんな感じしかないんだけど。
1970年代はよくいろんなこう会社が連れて行ってくれたんでね、その時はね大概このバスターが降りとらんからね。これが忍び戸でございます。ああ見えないよ、あ深い、見えないよ、これもうかなり深いね。15メーター、20メーターかもしれないな。はい、そうでございましたか。この建物は関係ないだろうな、これどうなんだろうね、これ新しい木材使ってあるけど、で立ち入り禁止でございますか。こんな木が降りました。上野城でございます。1階です。石学館で、ここが直角やね、直角というか、上が無社会になってるね。これは間違いなく初めて来ました。記憶全くないです。はい、はい、ありがとうございます。歩いて、力むして歩いてていいんで。ああ、そう、風か。あ、それに。高虎公の書状。東堂新四郎さん。これは強烈やな、これ。この上がりは、上りは。いやー、3階あまりの急の階段で、よう上がりなんだ。3階なんかあんねやろけど、あまりの急の階段で。上がるなんだ。ほんでやっぱり初めてでしたね、今回。いやーびっくりしました。2時間ぐらい来てんだけどね。1階はものすごく高いんですよ。で2階まで上がってね、3階よう上がるなんだ。あまりの急の階段が急でね、上がらんと。はい、初めて来ました。はい、じゃあ体験しましょうか。三重県でございます。三重県のお城もそんなにね、大きいのはね、ないみたいですけどね。こっちだな、こっちだ。ずいぶん伊賀上野城通っとるんやけどね、天守閣どうも初めての感じでしゃあないわ。あんな感じ見たことないね。初めてでございましたね。いやびっくりした。何べん来たやろ。十遍は、え、十遍もっと来てるね。二遍ぐらい来てんじゃんかね。ほんで、お城が上がったのは初めて。びっくりしましたわ。さあ、そしたら、急いでね、佐那湖に行かなくな。佐那湖から10キロはやるけど。佐那湖のお墓山古墳やったかね、ちょっと寄りましょうかね。今日は三重のワンツースリーを回っとるんやけど、とりあえず朝から上野城寄っちゃってね。いやー、止まってくれましたわ。びっくりしましたね。台が止まらんからね、待ってたんやけど止まってくれました。